命と申すものは一切の宝の中に第一の宝なり。何よりも命を尊ぶべきであると力強く言い切ったお言葉。この世界こそが仏の増し増す浄土である。この世を捨ててどこに浄土を願う必要があろうか。来世に望みを託すのではなく、今生きているこの世界にこそ希望を求め続けるべきだという姿勢。一心の安堵を思わば、まず四標の性質を祈るべし。自らの幸せのためにも、広く社会全体の安寧を願う思い。鎌倉時代に日蓮聖人が残されたこれらの一期一会には、現代を生きる私たちの心にも響く教えが宿っています。日蓮宗総本山身延山久遠寺。日蓮聖人の魂が住む霊場です。午前5時、鎌倉時代から一日も欠かすことなく続いている勤行が始まります。日蓮聖人が幾多の困難に見舞われながらその生涯を捧げた教えが、妙法蓮華経、すなわち法華経です。南無妙法蓮華経というお題目は、法華経に帰依しますということを表しています。日蓮聖人の教えの結晶であるこのお題目は、750年以上にわたって人々の心の中に生き続けてきました。法華経とは、そして日蓮聖人の教えとはどのようなものなのでしょうか。その教えから現代の私たちはどのようなメッセージを読み取ることができるのでしょうか。それを紐解くために、日蓮聖人のご生涯を
たどることにいたしましょう。